さあ始まりました、メッケモン。この番組は視聴者の方に動画を投稿してもらい、まだ見ぬ良き動画や良き人物を探していこうという番組でございます。ちょっと疲れちゃってるのかな、私大変やな。5本目でもさ、怒鳴りちゃんとやらんと分かって、18時からスタートして、もうすでに今10時35分なんですよ。これで私の最終電車がもう11時半ぐらいです、ね、さっきちょっと調べてましたよ。いや、そうなんですよ、ね、うん、いやでも今日は一応5で、いやそうです、ね、5で終わりということ、いやこれがもうラストということですね。最後なんで、はい、最後の命を燃やして、さあ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 、これね、もう前回もそうやったんですけども、この5本目でやっぱね、しょうもないというか、うーんっていう動画が来たら、やっぱ我々もう顔に完全に出ますからね。そうですね。しかも前回がまた良かったじゃないですか。そう、ね、そう、そこなんですよ。あれが多分ね、今までで一番良かった動画が集まったんで。いや、だからもうさっきのでやめときゃええやん。大断円感すごいじゃないですか。そうですね。って思うんですけども、まあでもこれ我々もね、お仕事ですので、いや来てると思いますよ、はい、視聴者の方から、はい、超える動画が、はい、お願いします。早速お願いします。もしもトメさん、ビーズの稲葉浩志が最悪の世界で、いや、ほんまにな、あってはならないことが今起きました。なんでこんなな、別にさ、最強の東京の時、もう止めてもらっていいですか。うるさい、うるさい、うるさい、デートまでゲーム。最後までって言うくらいで何かあるじゃないですか。いや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 、あの、よし、どういうこと、もうちょっともうごめん、え、なんすか、え、何これ、これ、え、何、え、何、どういうこと、なんで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 の、え、え、なんで、え、え、どういうこと、え、なんで、え、なんで、ちょっと待って、え、ちょ、ごめん、ごめん、なんか、え、なんで、なんで、なんでな、もしかして僕だけ知らなかったとかですか。え、何これ、本当知ってる、本当知ってる、いや、知らんって、なんか、思いっきり変えてきましたね、今までと。え、どういうこと、全然意味が、稲葉はもうどうでもいい、いや、じゃあもう、もう俺たちにちゃんとやれっていうことですか、ね、お叱り、え、お叱りですか、これ、疲れ果ててる感じが。これから何かに怯えながら見ていかないといけなくなってきましたけど、稲葉はもう話するしていいんですかね。もう全然もう覚えてない。稲葉はもうなかったことで、すごい衝撃的すぎて、ほんまにやつがこれを送ってきたわけじゃないいや、どうなんですかね。だってこの終了はだってこっちのスタッフがやってる、後からだから東京のスタッフさんが追加でやってるんだとしたら、だからもう何か恨みを買ってるとしか、いや、恨み買うことやってないですよ。いやいや、じゃなかったらこんなんいきなり、いや、もうだからまあじゃあもうとりあえずもう丸く収めましょう。とりあえずもうシャキッとせえっていうことやと思いますよ、メッセージ的に。気を垂らして、はい、じゃあ稲葉に対してはもう何も言わずで、はい、何もないですよ、はい、次の動画をメッケモンになることも金輪際ないんで、はい、もう送らないでくださいと、はい、大丈夫です、はい、次の動画をお願いします、はい、来たよ、どうも、ゴッソの、今回は、僕の特技である、いや、そうやね、前はゴッソの人も、感情自在に殺せるという部分を使った、脱毛を行っていきたいなとまた思っております。今回使用するのはこのこちらのガムテープ、ゴッソではない、ガムテープでこちらの腕の毛を全部いってやろうかなと思っております。大丈夫かこの人、精神的にさ、大丈夫か、なんか目が死んでんねん、ちょっと怖いですね。いや、これは痛いでしょ。痛いけどさ、なんかもうちょっとインパクトある腕毛であってほしかったですね。全然痛い、なんか伝わってこない、ゴッソは伝わったけどさ、スイッドゥワンゴ、ほら全然いいやん、こんなお前そういうことか。フローリングでさ、うちもゆう子たまにやっとんで、ね、毛が落ちてるようて、なんかガムテープみたいなので、ね、ベチャ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 やりますね。それぐらいやん。いや、それよりも全然ないくらい、全然産毛みたいなんやからさ、痛ないやん、うっさ、これはさ、ちょっとさ狙ってますね、グレードダウンですよ。前回ゴッソはさ、おおって思ったけど、いや、ほんまにそう、やっぱ一発目の衝撃が強かったかな。で、パン君気づいてるかわからないですけども、はい、前回あんだけさ、その一般の方からの、動画云々で
あのよかったな言うてた回、今もう3本中2本がもうスタッフの玉切れ感もうこういう回はあの1本目2本目にしてよしよこれから、びっくりしとる思うであいつもあの言うて痛いやん多分あの毛なくてもあれひっついてるもん話すって、まあ、肌がねもう痛いですもんね、うん、いや何こんな薄いリアクションしかないんかい多分いややっぱね2個目ってハードル上がっちゃうんですよ、シリーズものは。そうですね、それもね、視聴者の方にちょっと伝わればな。だからそうなるとやっぱり前回のね、あの革命家 YouTuber のクオリティの高さが思考を変えてね、どうしてもねやっぱりね、そうどうしてもやっぱりね、うん、ちょっとねこれ今回まずいっすね、まずいですね、うん、はい、まあ、じゃあちょっと希望を込めて、うん、3本目いきましょう。3本目いや多分ね何か視聴者のあるとしたらここに来ると思うんで可能性はありますね、うん、次の動画がいないことになってたんですよ。今すごい悲しいかった。これ僕も答えなくていいぐらいの。いやまあいろいろ気分の悪い動画ですよね。指名で指名されてもでまた俺今在籍してる女の子に富吉くん呼ばわりされる。筋合いのあるやつは一人もおらんですよ。でこのままなんか多分今高速走ってらっしゃったということは仕事の移動っていうことですね。はい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 。で歌ってたんは何だっけ、あのシャズナのスミレセプテンバーラブ。そうかそうかそうか、じゃあ留吉さん、はい、あの悲しいことにこの問題僕関係なかったみたいなんで答えの方よろしいでしょうか。いやまあだからまあさっきも言った通り、まあそのシャズナのセプテンバーラブでしたっけ、はいはいはい、でまあイザムさん、オモナガで、オモナガでうちのメンバーで、で女性の方、はい、でまあ留吉くんっていうぐらいしか先輩なんかなって思うと、まああのファイナルアンサーはもう一つ導き出されることは一つ、風間優衣しかないですね。風間さんか。まあ、このポイントは顔の長さです。はい、いやじゃあ答えの方お願いします。正解は青山優でした。そうやろ。嘘やろ。そんなことあるんすか。ほんまに？この番組すごいじゃないですか。すごい。青山亮さんですか。完全に風間優也と思ってましたね。いやでもねやっぱ基本的には会社の方から出てくるんじゃないかなと思いますもんね。いやそうですよね。まさかこれはちょっとねずるいですよね。であとまあ絶対メッケも見てはりませんからね。いやでもこれは良かったですね。ちょっと裏を書かれた感じで。そうですね。あの今回のちょっとヤバそうっていうのが青山亮さんの登場によって一気にねそれ浮上されますね、はい、これでも今後これハードル上がってきますよ。あの青山亮さんこのままここで出したということですね。まあこれ以上のビッグネームが今後これこのね形を取るのであればはいはいはい、いかんと上がるから。これだって視聴者の方期待しちゃいますもんね。そうですね。最終目標はもうロバート・デ・ニーロで。ね、じゃあこれで今回3つの動画見終わったということで、はい、これはもうさその青山さんにさだって忖度してるとかそういうことじゃなくてこれも仕方ないですよ。単純に楽しめたからね、うん、はい、そうですね、まあ、今回この3つの中で留吉さんに今回のメッケモンを選んでいただくと、まあ、これはもうちょっとねあのためるとかもなくもう非常に分かりやすいです。まあそうです、僕の中でもこれかなっていうのは、はい、これしかないです。同じだと思いますよ、はい、あのイントロクイズですね。いやもうこればっかりはもうこれしかないですよ。まあそうですよね。今回に関してはただノーリアクション芸は失敗でしたね。そうね、企画失敗。可能性は秘めてるんですよ、うん、あの動画のアウトラインとしては非常にいいんですよ。ただその今回企画がね弱かったね。あのゴッソの後にあんな前回一発目がもうあれ出てきちゃったから産毛やられてもこっちとしてはね困るわっていう話。だからねあのスタッフさんにはあの山崎さんですよね、はい、あの動画を撮られてる方にはぜひあのもう毛に取られないでほしい。あの多分いろんなものを作るポテンシャル秘めてると思うんで、ね、手に縛られるとゴッソは超えられないと思うんで、なるほどです、ね、ちょっとまた違ったものを ね、 なるほどですね、作っていただければまた熱狂もの可能性が、はい、そういうことですね、あるかと思います、はい、ということで今回はね、はい、じゃイントロクイズが熱狂もんということで今週も良かったですね。良かったね。なんとか最後の最後に盛り上がりが来て良かった。かなり危険な香りがしてた。それでは今回の熱狂もこれにて終了となります、はい、さよなら、ありがとうございました。
メッケラモン。チャンネル登録はこちらからお願いします。お願いします。